はい、どうもこんにちは、ナナユです。本日も数学の話題を提供していきたいと思います。今日の題材は JMO の予選、数学オリンピックの予選の書問に出てくるような問題です。決して難しくはないんですけれども、簡単に、解説を、問題の説明から入りたいと思います。ちょっと不十分な部分があるかなと思いますので、解き始める前に、少し聞いてください。三角形 ABC は、与えられた三角形として辺の長さも決まっています。で、P は導点ですね。 P は動く点として、点 P から AB と AC に垂線を下ろしています。で、垂線の足が、QR です。で、この時に X の2乗たす Y の2乗を最小にするような、条件を辺の式で表せということですね。で、三角形 ABC はもう固定で、だから辺の長さ、例えば AB の長さを C としてしましょうか。で、こっちの長さを B として、これも決まってるものとします。固定ですね。で、 P が動いた時の X の2乗たす Y の2乗を最小する時の条件を、BC とか A とかを用いて表せという問題ですね。間違いないように、解いてください。はい、それでは解説に入りたいと思います。はい、この形ですから P が導点なので、いろいろ動くわけですけれども、面積は一定ですよね。なので、まず面積に関する式を考えます。つまり三角形 APB と APC の面積の総和が全体になるということで、三角形 ABC の面積を S とします。これも三角形が決まってるから固定ですよね。 S とすると2分の 1CX たす2分の 1BY、 これが S になります。したがって2倍して CX たす BY イコール 2S と、こういう式になりますよね。で、 X の2乗たす Y の2乗最小にするときですから、これシュワルツの等式を思い浮かべないといけないかなと思います。C の2乗たす B の2乗かける X の2乗たす Y の2乗で、これシュワルツの等式を使って CX たす BY になりますよね、の2乗になります。で、 CX たす BY は当然 2S の2乗なので 4S の2乗で、これ一定値です。これは一定ということになって、X の2乗たす Y の2乗は、B の2乗たす C の2乗分の 4S の2乗以上ということになります。で、これが最小値ですね。で、最小値を与える条件を聞かれているので、最小値ではないですから、これを辺の式で表せというわけですから、統合成立条件を考えればいいわけですね。統合成立条件は C 対 B が X 対 Y ということで、X 対 Y が、AB 対 BAC と、こんなふうに書けばいいかなと思います。だからこれが答えですね。最小値は面積を用いて、面積と辺の式を用いて表すことができるけれども、今聞かれてるのは最小値じゃなくて、その時の条件の式のことなので、これが答えになります。という問題ですね。はい。ちょっと簡単すぎたかなと思いますけれども、シュワルツの不等式に気づかないとなかなか苦戦するかもしれません。というわけで、JMO の予選の問題でした。はい。ご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。